仕事中だけどメガネアミタありがとう。仕事中にアミタがね、もっとお仕事がはかどるような元気をあげましょう。さよさん、かわいい、ありがとうございます。そんなこと言われたら嬉しすぎてうちの窓が割れてしまって、バルバルバーン。でキャーさんに来る投げキス。メガネ今日コンタクト入れてなくてですね、メガネにしました。あさんこんばんは。でもメガネにしたけど、こんだけ画面に近づいてたら多分メガネなくても見える気もしなくもない。お疲れかいな。イラレさんに送る投げキス。こんばんは、こんばんは。見たくてたさんに送るウィンク。今投げキスと思ったでしょ。違うんだよ。ジャッキーがチラ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 してる。こんばんは、こんばんは。シーさんハートありがとう。ラブラブテスコって何ですか。こんばんは。信じない、そんメガネなんです今日は。ラブ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 、ありがとう。竹原花束ありがとうございます。お花、うちのね庭にね、あ今庭に飾っちゃダメなんだ、玄関に飾っておきます。お花お花、よしよし、かわいい、ありがとう、嬉しい。そんなこと言われたらもうどうしよう、うちのラジカセぶっ壊れちゃうよ。曲かけよう。ありがとう、かわいいかわいい。審査に送る投げキス。ハートもいっぱいありがとう。メガネっ子にメガネ、俺が来ました。母ちゃんもメガネっ子ですよ。ちなみにでい、YouTube アップされた。あら、あれか、リトルナイトメア、ニクラアミューズメント、私のゲーム実況第3弾、リトルナイトメアの画像撮ということで、よかったら見てね。 YouTube もジークリトさんも可愛い、ありがとうございます、嬉しい。もうそんなことやったらこのメガネロレンバリーンって割れちゃいますよ。バリ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 ーン、あ、光がチラチラチラ。レスいっぱいすると大変なのでしなくてダメですよ。もうレスをするのが私のアブガニキのアミタの役目であるんでね。レスレスレス。ヨネさんに送る投げキス。ヒーさん、ダルマッチありがとうございます。マッチマッチョマッチ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 、ありがとう。ジクリトさんに送るウィンク。投げキスだと思った、それは違うのである。ヒーさん、ダルマッチマッチありがとう。母ちゃんがうるさいんだけど。なんかさ、さっきさ、なんか自分で置いたものになんか膝を突っ込んでなんか皮むけたってね、めっちゃね、めっちゃうるさいの。もうちゃんと周り見てやってよって言って、ぐずんぐずん言ってるよ。もうみんなハートありがとう。ラブ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 ありがとう。ひろこさんもかわいい、ありがとうございます。うちのメガネの右のレンズバリーン割れちゃいました。このメガネ実は伊達メガネなんですよって。ありがとう。ヘパリーゼントコバありがとう。ありがとうございます。イギャリカズさんに送るうなぎキス。あ、竹原さん回復薬ありがとうございます。母ちゃん回復薬くれて、竹原さんが良くなってねってありがとう。母ちゃん、いや違うの、なんかさ、なんだろう、例えばさ、なんだろうね、あのドアに小指挟んだとかさってあるかもしれないけどさ、自分でさ、さっきそこに物置いてたの分かってるのにさ、なんでそこに座ろうとするの。そりゃ膝の皮を抜けてしまいますよ。ともうこれね、しっかりしてくださいと。そう、このね、メガネにね、この分かる自撮りライトが映るんですよ。こうやってやるとなんかすごい宇宙人みたい。ジークリットさんもこばありがとうございます。
意義あり。そう、なんか本当はこのルップピンポンのねボタンを使いたかったんですけど、これね壊れてて使えないですよ。なんかねガチャガチャだったんですけど、これなんか壊れてるやつだったみたいで、ずっとねピッ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 ってね上がらないんですよこのピンポンが。ブッブーは大丈夫ね。そうなの、なんかブッブッブッなんかね外れでした、ちょっと残念。チーね、あ、わかんない、あっち持ってったかな、ただチェキ替えの時にあっち持ってって、ちょっと、え、嘘で持ってくるのがめんどくさいから、ああそこにあったんだ。みきおさんこんばんは。あ、来た、あれ、やっぱダメだやっぱダメだ。めんちゃんこんばんは、ありがとうございます。うえーやりバッパン、あったないと思ってたらチーン買えたそう。100均で買えるんでおすすめです。ピンブブーで。グミ買いました、グミ。スプラトゥーンのね、グミを見つけてね、買っちゃった。オレンジソーダとメロンソーダ味。なんと、タコ型グミが入ってるかも。そう、スプラトゥーンっていうね、なんかイカのゲームがあるんですけど、最近ね、すごいハマっててね、スーパーで見つけて買っちゃった。スプラトゥーン、こんばんは。ドラゴン、ドラゴンさん、こんばんは。そう、タコあるかな。タコタコタコ、ちょっと見てみていい？買っちゃい、ちゃいますよ。そう、メガネしてるとさ、よく母ちゃんって言われるんだけどさ、似てるのかなやっぱり。あんま自分では自覚ないんだけど。めっちゃいい匂いする。あ、めっちゃ甘い匂いする。タコ、タコね、タコね、うまそう。そう、グミ、スプラトゥーンっていうねゲームのグミ。あ、タコはいないですね、残念。イカがいっぱいいます。今夜はね、スルメですかね。イカちゃん、イカちゃん、イカちゃん、見えないか、イカちゃん。最近さ、駅のさ下のさ矢印、誘導のさ道の矢印がさ、スプラトゥーン やってるせいでめっちゃこのイカに見えるんだよね。これが矢印に見えるんですよ。困ってしまった。いい匂いする。双子のように似ている。代わりに母ちゃんが入る。いや、それは嘘やろ、それは嘘やで。明日の大喜利の意気込みいや、明日ね、そう、明日大喜利があるんですよ。あのライブナタリーさんプレゼンツの重川大喜利アイドルタッグトーナメントって言って、そのトーナメント式で大喜利の大会が行われるんですけど、そうですね、意気込みとしては、アプガニキ第1回目の対戦相手がなんとリリスクさんということで、あのもうねすごいリリスクさんのミナンさん、いやもうめちゃめちゃ、もうめちゃめちゃすごい、私ももちろん気合い入ってるんですけど、すごい気合い入ってるっていうのをツイッターでちょっと拝見させていただいて、本当にね、
勝ち残りたいですね。明日です。みんなあのあれで見れます、携帯で見れます、全部配信です。ぜひね見ていただければと思うんですけど、まるちゃんハートありがとう、ラブ。美味しそう、イカちゃん、イカちゃん、イカちゃん後で食べよう。母ちゃんメロンソーダ好きだからね、このメロン、メロン味あげるよ母ちゃんに。メロンソーダ味、私はメロンソーダよりジンジャーエールが好きです。チケット買った？いやー第1回戦なんですよ、しかももうねいやーやばい、一番最初に敗退するわけにはいかないとね、アフガニ系のオモカー星座を狙って頑張りたいと思うんですけどいやーもうどうしましょうか。敗者復活ないんじゃないかな、多分トーナメントでこうポン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 こうなってるんで、最後こんばんは、信じない。いやもう本当にドキドキめちゃくちゃ面白くない私あんま喋れないんですよ、すぐねすぐね黙ってニヤニヤね見ちゃうからねね頑張ってね。はい、頑張っていっぱい、頑張っていっぱい吸収しようと思いますとりあえずいっぱい言ってこうみたいなね、100個回答して1個当たるかもしれない、頑張ります、ぜひみんな見てね温かく守ってください練習しました実はね昨日雨降ってた、カジさんとですねちょっとあることをしてきましてちょっとね、なんだろう、大喜利の心得を学んできてそう、いやー数打っちゃ当たるかな、可愛くてもポイント、重皮ですからね、面白いだけじゃダメですよ、ちゃんと可愛さ、私はあのアプガニキの自分で言うの本当になんか変なんだけど、一応可愛い枠を背負っていきたいと思っているのでちょっとね可愛い枠を獲得していければいいのかな、どこで学べるのってよくあのどうしようかなか言ってんのかな、あのよく日記の YouTube の台本とか担当してくださる方がいるんですけど、ちょっとね大喜利の心得を学んできました、可愛いね、対抗するしかそうなの、この大喜利は何って、面白いだけじゃないから、可愛いも大事っていうことで、勝たん、簡単に梶井さん、いやそういうわけじゃない、そういうわけじゃないけど、やっぱその梶井さんをなんかもう面白いじゃないですか、もう全てがだからちょっと私には面白いことはできないから、だからブリ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 なんとか乗り切ろうと思って、あの衣装もピンクなんで、もうなんか見た目からね、形から入ってくタイプ2人ともね、形からね、まずピンクの衣装でまず可愛いポイントを1ポイント獲得していく、いやそんなことないですよ、もうちゃんとね厳正に審査してくれますいやー頑張ります、明日だってやばい、
正座してたら足が痛かったから下げるよめっちゃ下げた。リコーダー持ち込む服、え、でも大喜利だからね、やっぱ答えていくから、まあ、なんだろう、かでもカジリさんはやっぱなんだろう、その引き出し、めちゃめちゃその言葉の引き出しとかがすごく豊富だと思うのでグーグーグーもう形から入って大事で、何事もね形からね。カイさんに送る嘆きキス。やっぱね、何事にも引き出しがいっぱいあるのはすごく素敵なことだなって思う。絵でボケていくスタイル、美術部だからね、もっとそう、いやーでもね、どうしようね本当に結構なんだろう、もうそれこそ大喜利だからなんか言ってみないとわからないみたいなとこがあるから、そこはちょっとドキドキが止まりませんが、いい結果をね残して、単独ライブがねその後に続くんでね、そこに向けてもなんか一個いいモチベーション、いいモチベーションを残していけたらと思うんで、よろしくお願いします。君は同伴しないかな、私は基本的には。みた君は川の中に入ったら言っておきます。笑点ってどのぐらい見た、昨日なんかね笑点のオープニングみたいなの見ましたうん、なんか母ちゃんとね、あ、やっぱこういう人たちは頭の回転が早いわねってアイさんがキラキラしてる、いやすごい気持ちいいね、アイさん起動、そうめっちゃねオープニングのねなんかワンオンワンみたいなトークだけ見てた。着物着れないそう、なんかそのモカワの T シャツとかがあったりして、それもなんか販売してるのかな、おもかわのイベントの T シャツがあるんですよ、かわいいね、白と赤と黒のやつもあるのかな、ドキドキドキ。笑点は事前にお題をもらってるうん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 、笑点のテーマ花リコーダー、あー分からない、私もなんか楽器持ってた方がいいかな あれかな、なんか滑ったと思ったらこれ持ってった方がいいかな、ブップーセルフブップー、ピンポンならないから、ね、あ、カイさんコマありがとうございます。アイドルおめでとう。意義あり。ブブー。アミタの小道具だけはねある。そう。チーン。チーンはマイクなくてもね、あの押す力だけでかく音なるから。うまくない？サングラスもメガネも何でもあるよ小道具の量だけは負けない自信あるかも。ヘバリーズでコバありがとう。
やり。なんか楽器演奏できそうだよね、このそう、最近のねお話があります。最近母ちゃんが本を買ってきました。みんちゃんファイトありがとう、頑張ってくるで、ね、いい姿をね見せられるようにねリズム感、そんなことないよ、見たらカストレートできるからね、カカカカカカ。そう、母ちゃんがねとある本を買ってきたんですよ。それがこちら、じゃん、アットジャム皆さんご存知でありましょう、アットジャムの本。お母ちゃんがね、え、何これ、めっちゃ読んでみたいって言って、発売日かな、発売日じゃないか、なんかね本屋さんを3軒ぐらい回って買ってきたんですよ。なんか本当は私がその都内に行ってた日があったんで、その日にね買って帰ってってあげようと思ったんですけど、私が寝過ごしちゃって、それどころじゃなくて母ちゃんがめっちゃ本屋さんを回って買ってきました、アットジャム私まだね読んでないんだけどね、結構そのアットジャムの主催の橋本さんとか、あとアットジャムのイベントの話とかが結構詰まってるらしいんで、楽しみ楽しみ。あ、そう、なんかね私が巻いたループの名前とかも入ってない懐かしのグループさんとかが、ニークラッキーにアマゾンあるよ。え？アマゾンある。アマゾンあるけど、アマゾンあるけど、母ちゃんってめっちゃね、なんか行動派なんだよね、多分。母ちゃん自転車大好きだから、すぐ自転車でね、どっか行くの。自転車大好きだし、あの、車？なんだろう、ペーパードライバー？できないから、めっちゃ自転車ガンガン飛ばしてね、いろんなとこ行くでしょ。おんぷ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 ん、ありがとう、おんぷ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 ん。そこに熊本にアップが肉、最近はなんだろう、あんまね本当に遠征とかね、ツアーとかも行けてないですけどね、行きたいね、いろんなところ。母ちゃんと自転車でツーリングしたさ、ツーリング、ツーリングしていいの、ツーリング、ツーリング、ツーリングって何、一緒に走るってこと、ん、ね、横浜アリーナのメインステージに、懐かしい、本当に。九州も行きたいしね、またツアーとかね開催できたらいいね。え、ツーリングってどういうこと、2人で一緒に走るってこと、自転車で。あれかと思った、なんかなんていうの、二ケツ？二ケツダメだよ。そうだから、ツーリング、ツーリング、ツーリング、リングが二つあるってことだよ。ツー、あ、シザオンプププププ、ありがとう。なんせうちの母ちゃんは自転車族なんで。
並走、ともそう、一緒に走るんだね多分きっと。でもさ、私もさめっちゃたまにだけど、その母ちゃんと自転車でねどっか行く時があるんですよ。休みの日に前にその映画とかをね見に行ったことがあるんですけど、やっぱ母ちゃんね意外とやっぱ自転車を普段から乗ってるから結構なんかなんてことない顔してるんですけど、私ちょっと疲れるんですよだからね、ああ母ちゃんってすごいなと思った。キラボールさんに送る投げキス。ツーリング、リングが2つ、なるほどねツーリング、ワルダお祝いありがとうございます。アミタ3年生になるまであと10日ぐらい、お祝いおめでとうおめでとうおめでとうってありがとう。昨日 YouTube 見てたから、アミタがアフガニに入る時のオーディション動画出てきたから見たよね恥ずかしい、なんかなんだろう、私さもう今さ昔のさ動画がさ、オーディションの動画がさやっぱちょっと恥ずかしくて見れないんですよそう、そんな泣いてたっけ、なんかでもオーディションのその審査の動画とかさあるけどさ、やっぱなんか2年経つとなんかそんな変わってないかもしれないけど、だから自分的には結構ね恥ずかしくてねちょっと見てられないんですよ母ちゃん普通の自転車だよ、だってよく自分で直したりしてるもん。ゴーリング、オーディション動画のアミタちゃん、このあれ服かな、私服、一番最初あの写真とかに載ってた服も黒とちょっとなんかワンピースの大人っぽい感じの服だったかも。あとなんだろう、髪の毛は短かったのと、あとあんまやっぱオーディションだからなんかここまでオープンに喋ってないから、なんだろう、ちょっと大人っぽく見えたのかもしれない、もしかしたら。前のグループのオーディションの時なんちゃうんだめっちゃ懐かしいね。ポールさんありがとう、ケイさんもラブ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 ありがとうございます。ハートー、家からオーディションの動画探し、え全然いいけどね、私はちょっと自分ではもうね見れないそう、自分ではもうちょっと見れない。照れてるのかい？照れてる。合格発表のダンスが印象的だったねえ、あの時はねもう、あステージだ、お客さんもいるし、ね、すごい懐かしい。オーディション受かるために使えそん、いやでもやっぱねそんなことないと思うよ、作ってはないけど、やっぱどんどん自然と出てくる、出てきてるんだと思う、その私のなんだろう、あんま頭良くないとことかね、いっぱい喋ることも増えるからね。チラ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 、みんちゃんラブラブラブありがとう、ラブラブラブ。オーディションのアミタは中学生には見えないのに、今のアミタは高校生に見えないじゃん。そんなに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 大人っぽかったっけ、調べたら出てくるかな。デイさんお祝いありがとうございます、おめでとう、お誕生日おめでとう。今日はみんなでチーズケーキを食べましょう、ありがとうお祝い。アフガニ以外にも、うん、なんかね本当に私が前いたグループが12月に解散して、
アブガニキのオーディションを1月の初めとかのめっちゃギリギリで申し込んだから、もうなんかね期間としてはもう これぐらいしか空いてない。解散してから次のオーディション受けるまで。もうやっぱアイドルやりたいって気持ちがあったから、やっぱ受かるまでって言ったらあれだけど、アイドルになれるまで挑戦しようと思ったけど、一回ねパンって受けたアップが2で、もうね本当にありがたいことに合格させていただくことができて、日記以外には受けてないですね。即申し込みホスピーさんに送る。うなぎキスアミーターで検索すれば出てくる。いや本当にタイミングは本当に奇跡的だなって自分でも思った。あった。あーこれじゃ分かんないか。菊池さんに送る投げキスありがとうございます。菊池さんハートいっぱいありがとう。ラブラブ。そうね、オーディションの時、オーディションの時ね、めっちゃユリアちゃんのこと見てた気がする前の番だったっていうのもあるんですけど、ありがとうございます。投げキス投げキス投げキス。信じて、信じない信じない信じない。アミット。あ、アミット喋ってるのあるよ。これしまちゃんだ。なんだろう。髪の毛が短い。髪の毛が短い。で多分まだちょっとね済ましてるそう、やっぱあれじゃん、服じゃない、服をね、服がね、今はなんかめっちゃ、今はめっちゃデザインだけど服結構なんか大人っぽいかもしれない。カジさんとの距離感距離感そんなことないよ、うんね、ほらほらこの時のふわふわイヤリングあると思うよ。そうこの時はねイヤリングとかしてたんですよ。今も今はあんましなくなったけど、やっぱなんかオーディションってすごいいろんなね装飾品をつけたくなっちゃうんですよね。イヤリングとかなんだろう、ピンとかカチューシャとかいろいろあると思うけど、なんかすごいね、すごいつけてそうつけてました。あやばい、充電あと 8% しかないって。やだかわいい、ありがとうございます。嬉しくて私のメガネが折れてしまいそうや。ちょっとねおそろっぽく見えて、おそろじゃないんですけど似てるかも。まだバレてない時ガチ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 だったけど、なんかやっぱね、まあ、緊張してたけど、私その一番最初にマイトグループのオーディション受けた時、もう本当に緊張しすぎて胃が痛くなってたんですよ私本当に胃が痛くなることって人生でなかったのに、めっちゃ胃が痛くなるんですよ胃が痛くて、オーディションの配信中に胃が痛いけど配信したいんで寝っ転がりながら配信しますって寝っ転がってこうやって手だけこうめっちゃやってやってたんですよ。だからやっぱそうやって比べると
なんかそんなに緊張はしてなかったかもしれない。してたけど普段から全員やる違うよ。そんなことないよ。なべっちゃんに送る投げキス。まああの時でもね、あの時カジーさんね、まあ、今ももちろん神々しいことには変わりがないんですけど、もうすごいね、もうすごい神々しかったんですよ。なんかやっぱそのみんな緊張して座って待ってるんですよ。なんかその時になんかカジーさんがまあお手本っていうか、そのでなばなばカジーねみたいな、特技やりますみたいなやってた時に、それ見て、あやっぱああやっぱ神々しいわってめっちゃ思っためっちゃ思ったし、あのなんだろう、結構みんなが緊張してるとこ見て、すごいなんか大丈夫だよみたいな声かけてくれたりとかすごいね、もうなんかこれが五光が差しているとはこういうことだって思ったもんね。ブラック企業で外れた時はガチいつ、いやでも一通ね、そうアミタはね初めて経験しました。そこでじゃあ音符ありがとう、音符ブブ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 なのにふなかじゃない、ふなかじゃないんですよ、ふなかじゃないよ。だからそのオーディションの配信とかでめちゃめちゃ司会をやっていただいたりとかしてたのがカジーさんだったんですよ。だからその最終審査のダンスをメンバーの方に教えてもらう時とか、今なんかねすごいでバクバクが止まらなかったそう、なんか2グループに分かれてダンスの審査をダンスを教えてもらってたんですけど、カジーさん別のグループだったんですよ。でまーちゃんさんとその時リッコーさんに教えてもらってて、なんかもう初めましてのこの、はあ、緊張するなめっちゃね思いながらやってた。なめちゃんこんばんありがとうございます。いいギャリいいギャリありがとう。今そのオーラがそんなことない違うんだって。でもあの前にさインタビューエンダメネクトさんにシュ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 掲載、今アップガニ連載企画で一人一人掲載していただいてるんですけど、そこにも書いたんですけど、もうやっぱカジさんの気分ってアブガニ機の気分なんですよ。そう、そのぐらいやっぱすごいっても明るくて、このそうムードメーカー、場をね楽しくしてくれるんですよ。ちゃんはでも結構そのオーディション期間中にやってたメンバーの方々のショールームとか見てたかも。私はなんかね見れなかったんですよ。なんかそのまーちゃんさんとかなんかショールームでそのオーディションの話とかしてくれてたらしいんですけど、私もねもうなんか緊張しすぎて見れなかったんだけど、母ちゃんは見てた、めっちゃ見てた。カジーさんが滑って落ち込んでるとみんなでみんなでみんなでゲラゲラ笑いながら励ますというか他に新メンバー募集します。あの二階さんだざわざわ緊張する、いやならない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 よそれは。私さあのカリさんのなんか新メンバーさんとなんだろうなリハの前後とかあとジムとかでも普通にお会いすることがあるんですけど、なんかもうねエレベーターの話したかな、なんかエレベーターがあってなんかそこに
そのカリさんが多分3人ぐらいいらっしゃって乗ってて、私もちょっと頑張れば乗れるんだけど、まあなんかそんな余裕がある感じじゃなかったから、えどうしようと思って、えのこれ乗っていいのかなみたいな、すっごいタチタチしてたら、え大丈夫ですよって言ってあすいませんごめんなさい、なんか緊張しちゃってって言ったら、めっちゃギラ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 でいやめっちゃ笑われたそうちょっとね先輩っぽくね格好したかったんですけど、やっぱ緊張しちゃって、あごめんなさいごめんなさいめっちゃなっちゃった、めっちゃ笑ってくれました。でもね、自分が先輩の立場になったら、でも私あんまりあれかも、なんかもちろん先輩っぽくするって言ったら変かもしれないけど、私あんまねなんかそういうことがうまくできないんですよ。そのなんだろう、そうあんまり言えないんだよね人見知りなの多分なんかあれこれもしかしてこうじゃないって思うことがあっても、なんか口に出すまで来ないんですよここで心の中でこう思ってるけど、シューンねそうなんですよ、アミタパイセンになりたいね。えやっぱ一番の原因は中学3年生でね幽霊部員になったことだと思う。本当はあそこでもうね美術部のもうなんならね部長とかになって美術部の部長になって慕われる予定だったんですよ、中学校の時にでも入部届ももらえずになんか幽霊部員になって、そうやっぱそこだよね私はね部長になるはずだったんですよそう後輩たちに、先輩これどこに提出するんですかてかね、ここに絵の具あるから使っていいよとか、ね、言う予定だったんだけどね予定が狂いましたそうお兄ちゃん部長だったの、うん、えでもなんかね、なんかそのなんか通知表には結局なんか美術部って書いてあってあ私美術部なんだみたいな全然言ってなかったけど、美術部でした。私は部長今日ジュースおごってくださいめちゃ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 舐められてる親しまれてるっていうのが、やばいこんばんこんばんは、あやばい泣きちんじゃん、ちょっと食堂に入りたい、懐かしい、佐藤さんがチラチラしてる、チラ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 リチラリそろりそろり、通知表に部活と委員会と、部活と委員会かとか書いてあったよ。私何委員会だったっけ、委員会入ってないか、選挙管理委員会あれずっと2年だけ、私じゃあ最後何してたの最後委員会入ってなかった、あーなるほどね、みんちゃんありがとう、ラブラブラブウーラブウーラブ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 シサコありがとう、上ギャリ小判ありがとう、小判です、お番です。そう私ね2年間、1年生と2年生に選挙管理委員会に入ってたんですよ。パラレさんに送る投げキス投げキス投げキス、部長とかの人だと大変そう、あでもそんなことないよ、1年生の頃は
めっちゃ言ってたから、まあ、全然そんなことないんだけど、選挙管理委員会だって私、なんかすごくない？管理してたんですよ選挙学校のね、学校のなんだろう、生徒会長とかいたのかな、多分なんかその生徒会長とかを決めるあれの総委員会で、選挙管理委員会のいいところをね教えます。選挙管理委員会はその部長じゃない、学校の会長とか決める機関しか稼働しないけど、でもその委員会に入ってない人ってみんなその係に入るのよ。係はそのクラスのなんだろう、配布物の係とか、なんか金魚の世話する係とか、いやそんな係ないんだけどそう、なんかそういう係だと思う、黒板消し係とか。だから選挙管理委員会ってめっちゃ働く期間少ないのに委員会として認められて、それが成績表に残るからめっちゃいいんですよそう、それでなってました。私ね、多分副部長、副会長、多分副会長やってたのよ私、多分ね、委員会の中で友達はできなかったね友達ができた記憶はない。リカさん早く、え副委員長だったよね私、そう、あ会長違う、会長じゃない、なんかその選挙管理委員会の副委員長だった、副会長は違うね、多分と、なんか私覚えてないんですよそう、なんか中学校あんまりなんか満喫しようと思ってなくて、結構なんかさらっと過ぎ去っててあんま覚えてないのよ。コンコンガチャ、やってますか、お邪魔します、やってますよ。今日はオフモードメガネやってます。そう、立候補したんですよ、1年生かな2年生かな、どんな活動をするの、もう選挙を管理するだけです、もう票数とか数えたり、あとその生徒会長、学校の生徒会長を決める期間になったら、なんかその今からなんとかなんとか生徒会長選出を始めます、何でしたっけ、賛成の人は拍手をお願いします、賛成多数とのみなし、なんとかなんとかを任命しますで私そのね、拍手をお願いしますがめっちゃ好きだったんだよね。絶対さ何があってもさ拍手多数でみなすやんって拍手多数じゃないことって絶対ないやんねちょっと思ってそれがねめっちゃ好きだった。拍手多数とみなし、なんとかさんを生徒会長にしますめっちゃね、それが中学で一番好きだったかも。ちゃっ、兄さんがちゃっ、違う違う、私が中学時代を覚えてないのとわけほんとにね、中学校で覚えてることがあんまないんだよね、あんまない。たくまさん、ピーチ、デイジー、あ、ピーチ、クッパ、マリオ、デイジーありがとうございます。デイジー、マリオ、アルイージー、マリオ、デイジーありがとう。進行もあるよ。選挙管理委員会の人みんなそれぞれその選挙の時になると自分のクラスに行って、なんか選挙の仕方とかをね読むんですよ。
なんとかね、なんとかで丸をつけてなんとかなんとかしてくださいで、めっちゃでっかい箱ドーンって持ってきて、それでは出席番号1番の人から順番に投票お願いします、チェックしてくれ、チェック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 、乙女心、副会長、副委員長、多分1年生かな、じゃあ私のその委員長とかなんかの気力があったのが多分ね、多分1年生だったと思うんだよね。こんばんは、こんばんは、すいさん、こんばんは、ありがとう、ありがとう、ありがとう、こんばんは、ありがとう、けいさまハートありがとう、すごい画面がかわいい、ハートハート、拍手お願いしますのくだりは賛成多数の人は拍手お願いします、賛成多数とみなし次の曲をやりたいと思います、それでは聴いてください、強がりライライライ、テンタタ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 タ、マルゼイ作もありがとうございます、えぎゃりえぎゃり、イタロウさんありがとうございます、こんにちは、こんばんはか、壁リフォームしてないよ、これ前からあるんですよ、でもこれ元は白壁だったんだけど、せっかくだからってレンガを貼り付けました、白い壁です、これはニクラさん、生徒数と投票数合ってないから明日までに票数え直してきてねニクラさんダメダメじゃん、ぴょん、こんな感じでそろそろお知らせをしたいと思います、私たち単独ライブ、3月24日には青組4、そして3月26日には私たち桃色4の単独ライブを行います、ただいまショールーム、そして、SNS の方でもチケット発売しているのですが、なんとショールームの方でゲッ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 していただくとチケットにサインとかちょっと落書きをちょちょっとお書きしまして、皆さんに当日お渡しするという形になっておりますね、チケットだからなんだろう、ちょっと記念にというかにも可愛くできる感じになると思いますので、ぜひチケットをゲットして桃色4のライブに来てくださって嬉しいです、ぜひね来る際はもしある方はね、ピンクの桃色のペンライトとか持ってきてくれると嬉しいです、特に後半ですごく使う、どうしても使いたい部分があるのでどうしてもね後半のあの曲でね絶対にペンライトを振りたいってとこがあるので、この曲はもうペンライト振らなきゃやっていけないよねみたいな曲があるので、ぜひ来てください、みんちゃん26日もお前の方ゲットしました、ありがとう、びっくりモンキーだ、みんちゃんありがとう、みんちゃんにはねしっかりとチケット書き書きしてお届けしたいと思います、行けるようになったから勝ったよねえ、忙しい大変だと思うけどありがとう、もうね絶対に桃色な気持ちにもね、もうハッピーハッピーな気持ちになっちゃうようなライブをお約束したいと思うので楽しみにしててね、ありがとう、なんかさ私感情表現下手かもしれないからさ、ちょっとうまく表現できてるか分かんないんだけど、すごいね嬉しい気持ちで溢れてるから、ね、いっぱいあるしね、ありがとう、楽しみにしててね、嬉しい、もう嬉しい子ちゃんになっちゃう、嬉しい子ちゃんも会長になっちゃいそうです、ありがとう、当日はこういうもあるし、こういうもあるし、こういうもあるし、うんって感じです、特典会はこういうもあるし、うんって感じです、こういうも
ある。ほいも、ひさハートハートありがとう。ああの時のあいつだ。ハートハートハートありがとう。ハートハートハート、なんかこうやってコメントでお見かけするのは久々のような気がしなくもなくもない。ありがとうブルースウィリスさんも、ラブ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 、ありがとう。やばい、ハートが可愛い、めちゃめちゃキャワイイ感じになってる。カイさんダルマッチありがとうございます。ライトが反射しちゃう。マッチ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 、ありがとう。そして27日の単独ライブ、8人でやります。こちら昼が桃色4フィーチャー公演、夜は青組4フィーチャー公演となっているので、こちらもぜひチェックよろしくお願いします。そして明日、おもかわアイドル大喜利タッグトーナメントに出演させていただきます。全編配信でご覧いただきますので、ぜひ見てください。アミタ初の大喜利行ってきます。マサルくんハートありがとう。ラブ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 、ピンク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 、ハートいっぱいありがとう。ね、特典会もね、それこそさ、今はもうさ、なんだろう、ニッキーはツーショットがその当たり前みたいになってるけどさ、やっぱなんか握手とかあったあの頃思い出すと、なんかすごいね、不思議な気持ちになるねえ、今握手できないもんね、ちょっと寂しい。思い出のスペシャルゲストにみえちゃんとはるきん、でもなんかいいね、そういうのピンクね。メンバーカラーがその色でお揃いとかあるのちょっと羨ましいなと思う。ピエン頑張ってきます当たってくだけど、まあ確かにね、今しかもあれだよね、なんかあのさ、なんだろう、シートみたいなのがあるとさ、シートとマスクかもあるとさね、どうしてもうまく声が届かないこととかもあるからね。早く戻ってほしいね。ライブもさ、やっぱ昔の映像見るとさ、この声をみんなが一緒に出してくれてるこの感じとかがすごい、あ、こういう時もあったんだね、もっとね、やっぱ元に戻る日が来ますようにと願うばかりですが、ライブはね、ライブはあるんでね、新しい楽しみ方というか一緒に楽しんでいけたらいいなと思っております。ピザハートありがとう。ペイ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 、そう、なんかさ、特典会のなんだっけ、グッズがペイペイのさ支払いになってからさ、あれなんだよね、おばあちゃんと母ちゃんにさ、グッズの代行いけなくなっちゃったんだよね代行できなくなっちゃったんですよ、私ペイペイやってなくてそうなんですよ、それがちょっとね、最近ペイペイ入ろうかペイペイ入った方がいいかな。あー、でも確かにやむ for you。おやすみなさい、北島信也さん、おやすみなさい、ありがとうございます。寝る前にアミタを見ることを選んでくださってありがとうございます、うん、ペイペイ使ったこと私もないよ。ソフトバンクならペイペイ入る、そうなの。私なんかさ、どうしてもどうしてもね、まだちょっとデジタルに抵抗があって、私結構スマホの扱いとかもなんかあんま丁寧な方じゃないんですよだからそう、スイカとかもさ、スマホでやった方が多分チャージとかいろいろ便利だと思うんだけど、スマホがいつ壊れるか分かんないのが怖くてね、スイカもデジタル、モバイルスイカにできないんですよ。そろそろ信じてまだまだ待とう、まだその時
ではなくもないそろそろかな。ペペ使えないからくっつけないね、スマホそうだよね、対応してるお店はペペ払いね、わかるよ、絶対スマホの方が楽。私お財布出すのあんま好きじゃないんだよね。バッグが最近めちゃめちゃでかくて、結構その荷物を持ってたりするので、それでちょっとねお財布取り出すのちょっとめんどくさいなと思う時あって。私最近スマホ落としすぎてね、端っこからねちょっとずつ亀裂が入ってきてて、ちょっとピンチちょっとピンチだし、うん、ちょっとスマホ使い荒いからね、怖いっすね。やっぱりね、壊れてる。ありがとう。最新技術に、私も割とね、ちょっと遅れちゃう方。ちょっと遅れちゃう方。みんなが 5G だとしたら私 3G みたいな。そんな感じなんだよね。ね、でもペッて、ワンタッチ、便利だよね。今ならペイペイで支払ったら 20% オフや、かなりお得、かなりお得なのはわかるのだが、だがしかし、スマホドミンタクの扱い、私さ家に帰ってきてまず最初にスマホ投げるのあのソファーがあるんですよ。でスマホ持っててまずカバン置く、で上着を脱ぎたいんだけど、上着を脱ぐためにはこの持ってるスマホをどっかに置かなきゃいけなくてでもなんか机に置くまではちょっとめんどくさいんだけど、投げればソファーまで届くんですよ。だから帰ってきてカバン下ろしてスマホソファーに投げて上着を脱ぐ、そうえ、じゃめちゃくちゃしてんじゃなくて、もうあのなんだろうあのゴミ箱にたまにゴミを投げ入れたくなっちゃう感覚みたいな感じで、ちゃんとあれを下から投げてるよ、あのスローちゃんと下から投げてます。シーさんハートありがとう、ハート。スパイスプレー美味しいよね美味しいよね昨日スマホ落として肺炎にひび入っていかなか、いやそうなの。でもスマホね意外と私落としてる割にはまだ割れてない気がする。端っこはちょっとミシミシしてるけど、落とすたんびに思うんだよね、もう絶対これ画面もなくなりになったって思ってペロってやると意外と大丈夫だったりする。アンダースロー違う、うざくて投げてるんじゃないよ、めっちゃ効率がいいの。荷物を下ろした勢いでスマホ投げればそのまま上着が脱げるんですよそう、多分ねあれだと思う、私ね効率的が好きなんですよ。全然効率的じゃないのに、効率的にできないのに効率的にしたくなっちゃう。だから課題やりながらその何アニメ見たりとかゲームやったりとかめっちゃしちゃうんですけど、まあ結局課題進んでないみたいなそう、ただテキスト開いてるだけで、だからなんかその時間をめっちゃ有効に使ってるように見えるけど結構ゲームやってるんで、いやちょっとそれどこあるんだよね、集中力があんま長くなくて、ちょっとアミタがなんかね直したいってもう一番のところ、思うけど集中力とそう効率の悪さえ、そうだ、めちゃめちゃやった気になるんですよ、それするとすごいゲームも楽しいし、なんか勉強した気になるんですよ
魔法みたいでしょ。電車で過ごすことを考えて時間を設定するのは効率、いやでもそれって多分ね効率的じゃないんだと思う、きっと。だって普通はさ、いや30分前に着くように設定すればさいいのに、私はその1時間前とかに設定しちゃって、やっぱその30分って結局なくてもいい時間だから、やっぱそこがね、アビタのねちょっとダメダメポイント、アビタが一人暮らしをできないポイント、その意地だと思う。でもテキスト見るとやっぱ進んでない、なんでだろう、私結構やったんだけどな、ね、でもねいつか一人暮らししたい、今は絶対だけど。ね、健康的に一人暮らしできるようになりたいよね、かっこよくない、すごい、自分でなんか部屋の配置とかも決めて。憧れる一人暮らし、一人暮らしのなんかあれなんだって、押し入れ、押し入れってあるじゃないですか、なんかあそこをね机にする人がいるらしくて、押し入れ開いてて、その押し入れのこの棚のところを机にして、そこに椅子置いてとかってやってるのを見て、これめっちゃいいじゃんって、私一人暮らししたら押し入れ作りしようって思った。NA さんに送る投げキス、ありがとう。セミさんこばありがとう。イギアリイギアリアリのアリのこばありがとう。隅っこ暮らし、リアル隅っこ暮らし、Wi-Fi なしで動画を見てた。今月は残り20ギガとか、でもあるよね。結構街の Wi-Fi とかね、なんかちょっと勝手に繋がるのやだで消したまま繋げるの忘れちゃうの。私めっちゃある。私さ、なんかわかんないけどさ、ギガがなくならないんですよ。なんかそういう契約にした覚えがないんですけど、スマホにしてから今まで一度もギガに困ったことがなくて、めちゃめちゃその動画とか見たり音楽聴いたりしてるんですけど、なんでかわかんないんだけどギガに困んないんですよ。ギガモンスターでもね入った記憶がないの、なんでなぜかわからないけど、あ見たギガモンスターで。そう、なんか押し入れって聞くとやっぱ押し入れ感があるけど、でも結構ねいい感じでね、めっちゃこれいいじゃんって、ここ机にしたら机買わなくていいし他のスペース使えるから、これめっちゃいいじゃん。まあでも押し入れに私そんなに入れるものない気がする。押し入れに住める、いや全然住める、で狭いとこ大好きなんですよ。なんだろう、狭いスペースすごい好き。ご飯はどうします、今日の。違うか、今の流れだと一人暮らしのか。ご飯は最初の方は作ると思うけど、開始3日目ぐらいで多分コンビニに行き始める。やっぱコンビニいっぱいあるとこがいいよね、最低でも2種類はコンビニ欲しい。一番欲しいのがミニストップとセブン。全部好きなんだけどミニストップとセブンがいいから、2個選ぶんだったら。やばい、なんか音楽急に止まっちゃった。心配性の母ちゃんがやるから実質、それほんとそう、母ちゃんだって言ってるもん、アミが一人暮らししたらもう行くからね。毎日行くからね。店員さんが
てくれてたのか、全然わからなかった。しにきさんに送る投げキス。え、バターかわいい。バターかわいい。信じる？信じない？信じるの？信じないの？どうするの？あれかな、じゃあそろそろ順位を呼びたいと思います。喋りすぎちゃった。はい、12位ゆきかずさん。嘘、13位ゆきかずさん、12位あきかんさん、11位こうもくてんさん、10位すいさん、9位あーりさん、8位しろこはんさん、7位かいさん、6位ぽんたさん、5位ブルースリーさん、4位ホスピーさん、そして3位がトロロロトロロロトロロロヘバリーゲット、ありがとうございます。今日はヘッドロール、ヘッドロールじゃドラムロールの調子がちょっと悪かったですけど大丈夫です、ありがとうございます。そして2位がトロロロン、みんちゃん、ありがとうございます。チケットもゲットしてくれてありがとう。最高の優勝しような、絶対優勝しような。ありがとうございます。そして1位がトロロロン、ひじさん、ありがとうございます。いや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 、ありがとう、たくさんのねラブとかいろいろありがとうございます。全部受け取りました。ありがとう。ということで今日もご視聴いただきありがとうございました。今日もね一日喋ってない分みんなと一緒に喋ることができたので、もうアミちゃんはねベリベリソソベリベリハッピーです。ということで、この配信の最後に私が自分をって言ったらみんな信じてって言ってほしいので、ぜひ信じてのコメントお願いします。アバターは多分このイベントが終わってから作れるんだと思う。時を戻そうということで、そうですね、みんなと喋れるこの日常、私にとってすごく幸せな日々、この気持ちを忘れずにまだまだ突き進んでいきたいと思います。皆さん、自分も信じて信じて信じてみたい、信じく信じろ、信じ逃げちゃダメだ、信じく、信じて信じて信じて、ちらっちらっ、信じて、ありがとうございました。以上、アップアップガールズ確認金の会いたことにクラミスト、愛してるよ、バイバーイ。なんとかの頭も心身、バイバーイ。